ローン丸山神社は、大分県大分市今市に鎮座する神社である。今市の上町の小高い丘陵に鎮座する。旧社格は孫社。社前を、肥後街道が通るが、当神社付近から660メートルにわたって、平井が敷き詰められた古道は、山近交代道路として、大分県の史跡に指定されている。王神天皇、慶光天皇、神宮古号。 中愛天皇を主催神に、菅原道真公、大年命、大名討の命、大山住命、高尾命、稲倉、ママ騙しい命を廃止する。菅原道真公以下は明治以降に行使された神々である。慶長十五年に、熊本藩藩主の加藤清正が、参勤交代の長旅の安全を祈願して、 菅原道真公を勘定した天馬社を創立したことに始まるとされる。清正は、慶長6年に、文後国内の海部、大分、直入三軍から二万国を領有し、三勤道として、熊本から鶴崎港へ至る肥後街道を整備し、直入軍の九十塾と大分軍の野津春塾を本陣とし、その中継地点にあたる今市塾にも脇本陣を設けて利用したが、 今市自体は、岡藩領なので、多領における神社創立には疑問が持たれ、あるいは以前から鎮座していた天馬社に参勤道中の安全記念の意を込めて修復や寄進等を行い、それが清正創師という伝承となったやもしれない。万治三年に、岡藩主、中川岬ヨガ系から熊沢万山を招き、旧清市自ら三差に上陸した万山を出迎えて十月二日に、 今市の将や佐藤三五兵衛義継の屋敷に一泊しているが、その際に三五兵衛が急性に八幡社の建立を願いで、その許可を得て、漢文三年に米農の城原八万社の分礼を勘定して、天馬社境内に八幡社を創始、次来中川氏が八幡社へ参勤交代の都度道中の安全と領民の繁栄を記念したために、天馬社は影を潜めたといい。 江戸時代を通じて、丸山八万と称され、上京五年に、本社拝殿と前堂の、鳥居の修復が、元九十四年に、三越殿と衝動の修復が、岡派により行われた。また、京方五年には、今市の合商である小倉や、松田松江門上長追によって楼門が寄進された。明治二年に判明により天馬社を合祀して、丸山神社と改称 同五年尊者に列した。同十三年、あざ、日光氏と次歳の神の二所の大年命を、地上山の大名討地の命を、上白家と屋敷の上の二所の菅原道真公を、地山の神の三所の大山住命を、平蓮氏と尾崎と押しの尾の大山住命を、下城屋と屋内水の高尾命を、地丸山と、地下、地郎の稲倉、ママましい命を行使した。 例祭は4月20日で、9月14.15日には、今市下町のお旅所までの新興祭が行われる。新興祭では白屋のカグラが奉納される。白屋のカグラは、浅草八万社に伝わる浅草カグラの流れを組む。明治10年頃に白家に住した、大野郡城伊田村出身の後藤富彦が、浅草流カグラに通じていたため、白屋の青年たちがその教えを受けて、 集落の神社に奉納するようになったが、それら神社が明治13日当神社に合志されたため、以来当たり神社に奉納されるようになった。ちなみに神楽組は明治20年に丸山利楽と称して、大野軍の神楽組に参加している。なお、浅草神楽は、宇多き、神楽流の岩戸神楽である。本殿は、桁行き3軒、張間2軒の切り妻作り、平離道万武器 拝殿は張り間一軒桁行き三軒の切り妻作り、妻入り河原武器。老門は、京宝五年に建てられた三間一個入り模屋作り、平入りの八脚門。初重と上からなる二重門で、初重に、東波府を伏す。屋根は、同伴武器。今まの豪商、松田昭江門上長次の鬼神になるが、長寿は、宝永元年に、伊勢神宮に参宮しており、その土地で計、 大阪、マトの社寺を巡拝し、その際に、老門の寄進を思い立ったといい、教宝5年2月15日に着工して、同年8月に竣工し、その部分化10年、天保2年、安政2年に屋根の吹き替えが行われている。十二支や24校の人物の彫刻が施され、日光と将軍の陽明門を模して作られたとも伝わっている。また、 稲作から増収に至る過程も刻まれている。文語における数少ない楼門の位置で、平成17年に大分市の有形文化財の指定を受けた。長寿は、楼門寄進の7年後にも、拝殿を再建しているが、その胸札に、父母の寿命長久と、子孫繁栄の願旨を記しており、長寿によるこれらの寄進は、その財力はもとより軽身の念と更心の情を示す、ものともなっている。 カッコ内は種別と指定年月日、大分市指定。ありがとうございます。